こんにちは、スマユーチームの平舘まさきです。上場している銀行を地域ごとに確認して株主優待を紹介する企画の第9回目です。前回は東海地方編その1として静岡県と愛知県をピックアップしました。今回は東海地方編その2として東海地方の岐阜県と三重県を紹介していきます。岐阜県、三重県に本社があって上場している銀行という条件でピックアップしていきます。岐阜県からご紹介します。大垣共立銀行です。本社は大垣市です。いろいろと先進的な取り組みをする銀行としても知られています。最近ですと映像音楽のポニーキャニオンやアウトドア用品のスノーピークと提携して地域の活性化を図るチームを立ち上げました。キャンプ場などアウトドア施設の開発や地域の魅力を発信するコンテンツやイベントなどに取り組んでいくそうです。十六銀行です。2021年10月に持ち株会社の十六フィナンシャルグループが発足し、そちらが上場しています。本社は岐阜市です。十六銀行以外にも十六 TT 証券などを傘下に持っています。大垣共立銀行とは岐阜県、愛知県で争うライバル関係ですね。こちらは DX、デジタルトランスフォーメーションの推進のためにソフトバンクから人材の出向を受け入れたというニュースがありました。どの銀行も外部の企業といろいろ提携して様々な取り組みをしようとしているんですね。はい、岐阜県を見ていきました。次は三重県です。105銀行です。三重県でトップの銀行です。本社は津市です。企業投資にも積極的な姿勢を持っていて、子会社の105未来投資のファンドを通じて事業承継に悩む中小企業の株式取得も行っています。続いて33銀行です。持ち株会社の33フィナンシャルグループが上場しています。本社は四日市市です。33銀行は2021年5月に三重県の地方銀行の三重銀行と第二地方銀行の第三銀行が合併してできた銀行です。三重県の三重が30とも読めるので第三銀行の3と合わせて33となったらしいです。岐阜、三重の各銀行は東証だけではなく名称にも上場しています。はい、東海地方の岐阜県、三重県の銀行を紹介していきました。今回登場した上場会社はこちらの通りです。さて、この中で株主優待がある銀行はどこでしょう。おー、今回は全部に株主優待がありますね。優待内容を見ていきましょう。大垣共立銀行です。100株以上の保有で1000ポイント分のスペシャルカードがもらえます。このポイントは定期預金の金利上乗せなど5種類の特典に使うことができます。それぞれを必要なポイントに応じて組み合わせて1000ポイント分使うことができます。ポイントカードは未使用で返送すればお菓子の詰め合わせなどに引き換えることもできます。こちらは3月末の権利確定になります。さらに500株以上を1年以上継続保有していると地域名産品のカタログギフトが9月末権利確定で追加されます。また全株主対象でマネックス証券で大垣共立銀行の株式を購入した際に買い付け手数料が無料になる優遇券が9月末権利確定で送付されます。16フィナンシャルグループです。100株以上の保有で3月末権利確定でミネラルウォーターが送られてきます。500株以上を保有していると9月末権利確定の優待ももらえます。こちらは地元名産品のカタログギフトになります。岐阜でライバル関係にあるだけあって大垣共立銀行と十六フィナンシャルグループは100株で3月、500株は9月もという感じで制度は似たところがありますね。では三重を見ていきます。105銀行です。1000株以上の保有で地元名産品のカタログギフト3000円相当がもらえます。5000株以上だと5000円相当に上がります。33フィナンシャルグループです。70株以上の保有で3月と9月の権利確定で
定期預金の金利上乗せが受けられます。500株以上を1年間以上保有していると、3月末の権利確定に5000円相当の事務名産品のカタログギフトが追加されます。はい、東海地方の2県、岐阜県と三重県でした。岐阜県には夏にグランピングで行く予定があるので、とても楽しみにしています。三重県にはとっちゃんというものすごい炎が上がるホルモンの焼肉屋さんがあるので、いつか行ってみたいなと思っています。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。次回もぜひ楽しみにしてくれると嬉しいです。次の優待紹介は何でしょう。またね、バイバーイ。